ポテトまだかな。あれ、ポテト食べに来たの？そっかそっか。今ね、揚げたてを待ってるの。これから千里ちゃんと遊びに行くんだけど、まだ時間があるからポテト食べていこうと思って。よかったら一緒に食べていかない？一人より一緒に食べる方が美味しいし。本当？やったー。じゃあポテトが上がるまで私の話聞いて聞いて。それがね、この間千里ちゃんが出る舞台の稽古を見に行ったの。演出家の人に厳しく指導されながら同じ場面を何回も練習してたんだよ。女優って大変だなって思っちゃった。私には真似できないよ。千里ちゃんって芸歴長いから、ああいうことをずっと続けてきたんだろうな。女優って表向きは華やかだけどさ、裏側は稽古の積み重ねなんだなって思ったよ。私には努力とかわかんないけど、千里ちゃんみたくずっと陰で努力できる人が活躍できるのかもね。そういや、あやちゃんもそうだもんね。そうそう、舞台初日には千里ちゃんが公演に招待してくれて、パスパレのみんなで見に行ったの。いいでしょう。千里ちゃん、カーテンコールの時にお客さんからすっごい拍手受けてて、なんて感じだった。努力した分反応が返ってくるのって嬉しいんだろうね。そう考えると努力っていいものなのかもね。今度どう思ってるか千里ちゃんに聞いてみようかな。お、ポテト上がったみたい。熱いうちに食べようよ。さあ一緒に席行こう。